サムスンのミドルハイレンジモデル Galaxy S24 FE が登場しました。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。サムスンから Galaxy S24 FE が登場しました。 S シリーズの下位モデルですね。カラバリは一応4色と展示してあるのはこれブルーですね。はい、まあ、A シリーズとの、ね、差別化がちょっとなかなか悩ましいところですけども、まあ、A の一番上よりスペック高いってことでいいのかな。まあ、カメラはトリプルですね。5000万画素の多分1200差1300万と800万でしょうね。はい、この辺りの、ね、カメラは S24 の無印とか A シリーズも似たような感じでサムスンのアイコニックなデザインにしているといったところでしょうか。はい、で側面は特に、ね、変わったところもなく電源とボリュームボタンで上部にですね、SIM カード取れあるんですね。これはちょっと他の S24 シリーズとは違いますね。上位モデルとは下部側は SIM 取れがあるので、ね、すっきりした感じになっています。はい、で一応 AI 機能もいろいろ使えるようなので、まあ、そんな、ね、デモモードも見えたりしました。カメラはマックスで30倍、5000万画素ですからね、そんなもんでしょうね。はい、ビデオの方は 8K いけるんだ。おお、なかなか頑張ってますね。でビデオは、1080で倍率が12倍までだよね。ほう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 、なかなか面白い。その他モード、まあ、この辺りはねサムスンならではのおなじみのモードでしょうね。はい、あとまあポートレートモードが独立しているという感じですね。先ほどね生成 AI も試したりしたんですけども、今時間かかるので軽くしか入れませんけどね、まあ、こうして生成 AI ボタンを押して、まあ、いらない方向をタップすると、で、まあ、ここが選ばれて、まあ、ちょっとこれ移動するとかやると、といった感じでね、ここが逆になんか生成されましたね。まあまあまあ、こんな感じで手頃な価格でこいつでも生成 AI が使えると。ヨーロッパで一応750ユーロなので15万円はしませんね。13万円台ぐらいなのかな。 S シリーズということでね、ハイエンドの仲間入りしているその中の派生モデルといった感じですね。日本ではね FE は出ないでしょうということで、このクリスマス前のね上位モデルに属するモデルを出してきたっていう感じでしょうかね。以上、サムスンの Galaxy S24 FE でした。